最近、ブラックピンクのリサがソロ活動の際に着ていた衣装が話題になりました。その衣装を着せたスタイリストが叩かれている状況です。問題の衣装は、ジャンポール・ゴルチエの2020年春夏オートクチュールコレクションの衣装でした。ご覧の通り、腕に装飾を取り付けるスタイルです。しかし、この装飾は激しい振り付けをしなければならないアイドルには適さなかったのです。この報道を見たリサの国内外のファンたちは激怒しているそうです。リサとスタイリストに何があったのか、今から見てみたいと思います。現在リサのソロアルバムは全世界の iTunes チャートを席巻し、 YouTube 再生回数の記録を塗り替えています。少し前に公開されたラリサのスペシャルステージ映像も人気を博していますが、その動画ではあらかじめ先に公開された PV とはまた違う魅力を見せています。リサの完璧でパワフルなダンスパフォーマンスにフォーカスを置いた今回の公開された動画では、リサが着ている派手で美しい衣装にも多くの人の注目が集まりました。彼女が着ていた衣装はジャンポール・ゴルチエ、アザレア・ワン、ビビアン・ウェストウッド、マーチンなどの作品で、全て高価なブランドとして知られています。リサのカリスマふれるパフォーマンスは美しい衣装によりさらに輝いています。しかし動画を見たブリンクたちはリサの手と腕についた傷を見つけました。その傷跡は赤く腫れ上がっていて、誰が見てもかなり深い傷だということがわかります。その傷は腕につけていた装飾によるものでした。彼女はジャンポール・ゴルチエの衣装を着ていましたが、衣装の金属の装飾はダンサー向けにデザインされたものではないため、リサがパフォーマンスするには適当ではなかったのです。スタイリストへの非難が殺到しました。それを受けリサはインタビューで、振り付けをした時に多くの傷がついたのは間違いない事実だと明かしました。しかし傷の痛みのためにパフォーマンスをやめるわけにはいかなかったと言いました。むしろ自身の母国であるタイの伝統衣装を動画で紹介することができ、応援してくれるタイのファンたちに恩返しができると思い、痛みを楽しく我慢できたと明かしました。しかしインタビューが報じられて、ブリンクたちはもっと怒りをあらわにしました。YG はもっとアーティストを徹底的に保護管理するべきだ。スタイリストは一体何を考えているのか。リサはファンたちに楽しんでもらいたいと思って準備したと明かしましたが、ファンたちは自分の大事にしているスターが痛みに耐えながら行うパフォーマンスを見て楽しむことはできません。ファンたちも同じ痛みを感じたはずです。これからはファンたちの心を傷つけることがないよう祈ります。そして K-POP アイドルが傷ついたり体を痛めたりすることなく、より安全で快適な環境で活動できることを願っています。